をやらせていただきます。まあ、大体1時間ぐらいかなとは、もつれて1時間ぐらいかなとは思いますが、まあ、あとアンダーナイト出られたいという方も多分いらっしゃるとは思いますが、まあ、紅白戦終わってからアンダーナイトやりますので、まあ、紅白戦は紅白戦でがっつり楽しんでいただければなと思います。いや、大丈夫、うん、あの、クロさんもいるから、そうそうそう。で、勝ち抜きなので、1人で10人抜いても大丈夫です。1人で10人抜いても大丈夫です。どうで、いらっしゃるか、新鮮なうちに。ラウンド2ファイト。行け行け、スイッチが行け、行け、行け。はい、ということで、大会のお楽しみ、紅白戦というのを見ていきましょう。川島さんは、萩原さん、13番ですね。1本目立ってるのは、川島さんの方、食らえ、食らい尽くせ、気持ちを上げよう。川島さん、両方策。じゃれるというのか。さあ、というわけで勝ったら、スーピーが、ワンピース、逆にやってる。あ、ガッシャ。受け取れよ。さあ、見ていきましょう。2人目、M7 対1人目、カカリオルさんの方ですね。さあ、カカリオル。さあ、カカリオル飛んでいくの、M7 だよ。さあ、惑わしていく。カウンター引っ張る。少し遊ぶ。引っ張れたが、さあ、近くまで。そういうか。ワンダイクでワンダイクマグマシーをそこから眠いパスコンでからのワンツースリー、スタコでズラッシュだったらカウント取れず、これはさあ、テンさんちょっと待って、今インバージョンで出したいと、スタコンとコパンガード、さあ怖いところ、引っ掛けた、あれはかかり出していくが、パキパやり直す形で引っ掛けたら、やっぱりと少し遊ぶか、が置いて、ね、引っ掛けた、引っ掛けた、タイクル引っ掛けて、さあカフェオさん一本先、ラウンド2、4つ4ね、ファイト、ダメだ、おっと北斗の言うところのピボットップが出てる。さあ、チャンピー、絡み際にしてしまう。ボンボンボボイ。テンポスからのカメラに、まだまだ続いて。さあ、補正切りの形、やりやるかなとか。しかし、ロック残す。さあ、まな板の上の恋。さあ、しかし、あ、何かなさあ、自殺していく。ニューミー。M7 やが深さが結構な感じであるんですけど、加えもの知らずラウンド1ハーフアキャということでファイト。さあどうなるか、少し遊ぶ、ハーフアキャバー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 カフェオレハウスから抜け出せない、ここで抜け出してコストダイめくっていく、カフェオレからコンボ重いよ、叩きつけて逃げつけて叩きつけてコンパマー、まあ、見たことないわけじゃないですか、一気に6割7割取っていく、押し合わせ、さあ空間コンプラスのチューンか、まだ残ってるチューンかなんたく、ゆめさん強いですよ、ラウンド2さあ2本目ファイト、はぁ、気分が良くて、はぁ、こらえよ、気分が良くて、さあ最初は立ち上がりですね、はぁ、気分が良くて、さあまだも、さあカフェオレハウス結成していく、しかし投げ返す、よろしく、さあゆめあきら、さあ勝負さんが強いよ、効かぬくらえ、気分が良くて、さあまだも勝っていく、投げを外せ、はぁ、行きます、さあ、レッグリーから消えてもろたく、はぁ、2コマ、さあ、マジの形、しっかり流すまで、はぁ、
食らい尽くせ。さあ出すから前ダッシュ気持ちいい。しかしページに上がって今だクロスライド嫌だったかバックスで受かる形ページに上がった。うわ2段目からの投げ。さあ使って時間時間だからさあどこまで伸びる。おそらく突破はせる形すごかったこれはカフェオレ受け出せるか。前出しだったがここは読み読み締め切るか。最後はクレモナダッシュ。さあユーノイマここで止める。少し手加減しなくちゃ。さあ非常に後半戦らしい形になってきましたね。さあ2人目覚悟は良くてダウンできます。次は2人目ファイト3勝7や。さあ有名のバイクリング始まってる。おっとカウンターをしたぶっ飛んでいく。ステータスステータジャンピーガードして投げる。さあゲージマックのハーフダメ非常に怖い。そして奥ラスジャンピーやり返していく。ゲージマック投げ着倍に強化しにならない。さあジャンエッツバイクしかし落とすのに合うポケットに入って投げる。さあ取り返す。さあお互い一方的な試合に2回。さあ最終ラウンドどうなるでしょうか。さあジャンプを買っていきましょう。さあしっかりとフォロー引いている。さあここでカーブで運んでまた取り返す。怖いものすりをラウンドワンファイト。次は3人目出てくるの。
ファイト。もらいつく俺の本性立ち回りを突きしていく。さあなんとか俺の対応なんとか本格で一体スコローだから。足を足をして降りたまひたび一回だろう。ユーゾーカンタスカ側の見ている。降りたまで中でガードして漏れてはいけない技が。取れてしまいましたね。勝ってるとこ見たことないんだが。いきますよ。ダウンの実力ほどはいかに。ファイト。あまりにも未知数。とりあえず打ちで様子を伺う。アタッチ。ジャンピーカウンター。ひょっと100倍に召喚します。いきます。これ足は遠くなそうな感じですが、名簿順ということで、さあ C からバーが一気に飛びましたが、さあ名字、まあ名前もさあすぐ5まで来ております。さあ6人目対3人壁。さあ夢さんが試合で埋めていきたい。一人固めて、固めて、つけた。からの、オッケー。オッケーだから、固め。さあ、距離が離れている。さあ、集団タグ。さあ、ゆめさんが止まらない。さあ、ゆめさん、まあ、さあこの流れ変えていきたいところ。はい、入れていく。カウンター。さあ、ノーマンコンボ、ガネスイッチ。さあ、次のカウンターになる。さあ、なんとかラインが上がって画面から逃げていきたいところで、ね、構えられて変えて。さあ、これはカード一段。今日の集団が強い。さあ、カード、集め。
さあこれで6人抜き、うん、怖いもの知らずダウンの1番ファイト。スーピーが絶対絶対のチャンス。もう遊んでるし6人抜きされてます。もう後がない。さあ方向選択も分かるんだこれ。頑張る。取り手を置いて、さあ飛行機で流れを潰していただし、取り手は中心で置いて、それでもレディー。これ逃げ出せ。戻ってくる。攻め合う瞬間の山だ。ここを押し込めないが一の一の台食い投げ。戻ってしまう。そして軽減に戻るぞ。ダンスで今は岩と見せたと思って。おじきなさい。あっこさんでもあんまない。置いてある腰出ないフラットヒート。ちょっとこれ当てていきたいぞ。待って待ってと、これは頭の声は当たらない。さすがにやばいですね。セコンドの応援がパナセってさあ2本目。遊んでらっしゃい。先ほど俺の世界この中から抜けれない。さあ抜け出して余裕がなくて。さあ最後はやめなさい。やめなさい。よろしく。そこ鼻ごっかよろしく。それでもレディー。オッケー。今度はそう抜きよ。もう一回ある。さあ抜けれない。もう逃がさない。これから頑張る。まだ使ってない。本気で行く。大丈夫よ。どうお気に入りしましたか。ユーティー側7人抜きスタイル。よろしいんだし、ダウンロップ。やっぱユーの爆発力を見せていただきたい。当たってオーバーまで。あ、コンボだ。
これはゆめさん大健闘でしょう。なぜ猫悪くなのか。まあリーグが無理だと主張してます。ここでも予防線を張っていく。ドリドリドリ、さあしかし当たらない、当たらない、当たらない。しかし一回当たると一回減る。無駄ないな。エコさあイカリング踏み出していく。しかしよく見たらブルネコですね。ヘリスに決まった。コパン、あー広い、ネコロケ、パワーバレー、ブルネコさんなんかある。ドリドリドリ、最後はダンスで。空中だったんでね、ここに何もないですね。ドリ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 、コロッケ何を外す。コードに言うと何もないのか。わーっこれが対決だ。最後はクラレベ。さあ盛り上がりますね。最初ヒヤリとしましたが、さあそしてどこかで見たことがあるようなカラー。福音ダウンの1ファイト。5人目は、ワンビガーセーターさんのハーサス。画面端でトリカゴを展開していく。エホがこれがあるんです。これが変わってしまう。さあビンクがエホが最後は近い。非常にいやらしい、そして怖い。ダウンの10ファイト持っていく。コパンからまたのアバレを勝手に回らせ、速すぎて全然上回る。ここは確か入れ替えて、コパンとは1したらいいかな。コパンで回してよ。コパン我が盾は魔を弾く城塞内。ヌンビ。行くよ。ラウンド1。さあ見ていきましょう。ファイト。重い。勝利だね。マシが。さあ発揮した。さあ最後は強い戦略。クローマといえば、シュムが主流みたいなところあるんですが、クローマの爆発力も、やはりあの通れないといったところ。さあ、表裏着、裏掛け、コパン、カラワンコボ。さあ、ガッツリで乱着、その死神体が、コントロール。最後は、じゃあ、立ち入り重ね。ダウンの2。さあまずは後方から突き、スタッフじゃない、エーガリング1時間から、さらにあるフレッパーを狩る T5。 さあ、ここを突っていく。さあ、キスパー、さあ、ファイル着地ゲダ。さあ、先ほどからこのとこ着地ゲダしかしませんね。さあ中段上手から突き抜いている。パーフェクト。さあ老怪だ。そんなものか。ヌンビの大将老怪ですね。さあそしてスタイルフル。ダウンの1。さあフルサイクといえば暗転返しアームが有名ですが、これがフルリーズの、ここまで2つの戦争が1
再開です。あ、消しかけてもいいかな。どういうところ？どういうところ？入る。
5番今の右5番か一歩置いていやらしいしかしあ、いい判断楽しいさあ、あの技怖いあの技でスーパーティアスーパーいったところでバックスがりさあ、なんとかまだ生き残るさあ、残り2人かなり絶望的な見逃してしかし、ウッソリーダーボーカリーズならやってくれるはずさあ、ウッソーアンサーカッチ負けないだからやばっノックバックが来ないであの下段に来ますねファイトさあ2本目ジャンピングだマジで変な当たり方相手に発射ガード投げ外すバンバンガスもしっかりと打ち出している上げて切り返していくここに移っておっと簡単見越しての神がするから普通のアップやりますね、立ち回り戻して鍵が返すのが頑張りすぎてこうなるキーパイル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 最後はシャラビーカウンターそんなものかというわけでユンビさあさあ、ダイスランジンドはさあ、ゆめさんがここまで稼いでくれた貯金をここで生かすことができるのか行きましょう、対戦戦さあ、スタジオアリスタイム変わっていくのはまずは、エフォーカリスさあ、いいダメージ、ただ出してファイルさあ、こうなるぞさあ、ロアノさんを受け雷出してそしてシャービーでたまんねえなあお前の穴を見るようにお別れだ雑な音だ遅い折り返し裏から使ったところに大砲通せさあ F5 かのこの辺の分かるとかちょっと使ってますねドンスキルさあまずに仕掛けていきます次が大砲がですねはい、遅いどんどんどんまだまだ出せますよからどっちどっちさあ、落雷3回から勝利客遅いさあ、出したまんねえなあれがあるさあ、充電もつつさあ、攻めて行こうさあ、確認うまいファイル刺さるんですたまんねえなここで抱くフランさあ実際いけるか解放金曜だなカズチの蛇勝利だけガード今のガードかなり入ってるかなりとかさあしかし入れ替わってこっちを投げるやるなあんたも巧みな連携を見せる暴れられないポイント最後かガードの敵バカは失敗バカだったが相打ちやるなさあ最後はダメじゃん締め振りからというわけで大逆転勝ったのはツンピーガレさんでございますさしいやー大盛況で終わりましたね